皆様こんばんは、森俊介です。選挙も5日目が終わりました。残り2日です。こんな牛に囲まれて全く違う話をするのもなんなんですが、運搬船事業者の方から応援しているとご連絡をいただきました。壱岐の運搬業は従事者がすごく多いわけではないけれども、年間30億は少なくとも売り上げがあるんじゃないかという話をしていただきました。全然知らない話で恐縮なのとともに、まだまだ壱岐のことで知らないことが僕にはたくさんあります。僕一人の力には限界がありますし、できないこともたくさんあります。仕事はチームでやるからこそ大きなことができます。もし市長になれたら、皆様の力を森俊介に貸してください。貸してくださいというか、一緒に壱岐をより良く変えていきましょう。敵味方なく、しがらみのない政治を行うことをお約束します。